仕事頑張ってください。はよさんちゃん、ハートありがとうございます。なんでやねん。お目覚めいかが？うううう。ハートありがとうございます。ブルーベリーの写真素敵、素敵でしょ？なんかすごい全然違うけど、こうおしゃれな家みたいな感じで撮れたんじゃないでしょうか。現実はね全然違います。ブルーベリーがなんかうす。なんていうんですか、うっそうとしてるって言葉使ってます、わかんない言葉はね使おうとしない方がいいですね。こういっぱい生い茂っちゃって、また生い茂るも難しいですね。ハートありがとうございます。おはようございます。ハートありがとうございます。予想してたから嬉しいですよ。ああありがとうございます。今日も安定のおすっぴんで失礼いたします。おは北海道はでっかいどー。おはようさんちゃん、7時からはよさんちゃん、はあごめんなさい、そうほんとごめんなさいって。おはよう。日曜の We are going up の席出た日曜の出席確認伝えるねだって、ありがとうございます。待ってます。もうちょっとか、日曜日って今日金曜日だもんね。そうだね、めっちゃそう、雨すごいよね、すごいの。昨日は夜もすごかった。おはよう。結婚。わお。パンパカパーン。パン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 パカパーン。おはよう。べこい。どうもどうも。アップルパイさん、さんちゃん汁食べましたよね。見ました。ずるいよ。あんなにアップルパイをまず食べて。しかもそこに添えられてるね、あのドリンクがまだ豪華でずるいなと思いました。はよさんちゃん、ブルブリ俺が先に摘みたい。一緒に摘まないんですか。さんちゃんちのブルブリとは、お、あ、家のはまだです。あ、本当ですか。でもすごい結構ばらつきがあって、大きくなり始めたようなはなってるんですけど、まだのは本当にあの花が取れた時のやつです。西日本もうね、ここがもうゴワゴワってる。はよさんちゃん、大雨です。あんまり嬉しくないです。まあ小雨ぐらいだったら、まあ雨の気分をね味わおうかなっていう余裕があるんですが、もうここまで来ちゃうと、もうあどうしよう、靴が濡れるなとか、靴下の替えを持ってかなきゃなって学校行ってる時は特に思っておりました。うっそ、うっそいいですね。おはよう。1週間量ありがとうございます。おはようさんちゃん、5時間と管理ありがとうございます。大雨です。元気ですか。元気ですよ。元気があれば何でもできる。123ちゃん、おはごまにやったろ、ありがとうございます。おはカロン、私はブルーベリージャム、そうジャムとかも作れる、あの料理ができると信じていますね。でもジャムは作ったことあるから、他のなんか何がいいかな、ブルーベリーをなんかいろんな料理スイーツにできたらなとも思ってて、クッキーはあんま聞かないですね。タルトとか、何マフィンとかパイとかわからないけども、いろいろやってみたいなって思います。雨やだ。主人なのに配信には自然体で可愛い変顔さんちゃん魅力的ですなんかね、配信をずっと見てくださってた方が公演を見るとすごいおとなしくしてるっていう印象に映るみたいで、なんだろうね、やっぱなんか違うのかな、まあ、公演はちゃんとしなきゃって思ってるからかな、ガノンが思ってるのかな、思ってるんでしょうね。すごいそれが出てるみたいで、上は CT に、そう、雲一つない青空が、あらあら、真逆ですね。こっそり収穫したい。そう、多分ちょっとぐらいねつままれてもわかんないです。ヨンちゃんなんでやれん。おはようさんちゃん、おはようございます。ブルーベリーを食べると目が良くなるって本ね、ブルーベリーとかさ、ね、プルーンピンキプルーンだからプルーンかな、ブルーンとブルーン、あれ合ってるかなね、言うよね。おはようございます。ヨンちゃんなんでやれん。
すぬちゃん通学、そう気をつけて。なんか警報、警報とかがはまだ出てないはずなので、見てないけど、多分出てたらお騒ぎなんで出てないはずなんですよね。九州で降っていた雨、今近畿東海に来ているよ。わあ、そういうこと。なんとも昼頃からひどくなるかな。どん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 こっちに、北海道、こっちに移動だよね。そうそうそう、ハートありがとうございます。その雨、そうそうそう、来るかもしれないですよ。皆さんちゃんと対策を打ってください。おはよう、おはよう、おはよう、参加行ってきます、ありがとう。見逃してたけど、みきちゃんがひよこさんの返信中の写真ブログに、そうそうそう、撮ってるのは知ってたんだけどそうブログに載りましたね。おはようございます、わろた。ちょうどひよこの足に変身してる時でした。新鮮なブルーベリーをかぶりつきたいね。ブルーベリーすごい大きくなるのはね、本当に大きくなるんです、これぐらい。え、そう、座布団もらえなかった。座布団 0.5 枚ぐらいかな適当に言っちゃった。モンバーさんちゃん、スタバって一番大きいサイズにしても80円くらいしか違わないって知ってた。うん、あん、知らなかった知らなかった。スタバね、いいな。スタバ今いちごでしたっけ、新しいの食べたいです。飲みたいか。マロマロ、ヨンちゃんなんでやねん。おじさんちゃんかりありがとうございます。おはようさんちゃん、ブルーベリーのホームメイドジャムはいいです、いいですよね。おはようさんちゃん、おじさんちゃんかりありがとうございます。食パンとかに塗って食べてましたね。でも大変じゃないんですけど、大変、うん、さあ、あのスヌーグラーマーがいないとなかなかできないんですよね。ごじゅうさんちゃん、会員ありがとうございます。ブルーベリーをヨーグルトに入れて食べる、ああいいですね。みつきさんが写ってるんだよね、あのいいですね。すごく使いやすいし、言いやすくていい感じ、いいですね。ブルーベリーのパイ大好き、めっちゃ好きだ、めっちゃ好き。テロップ何にしよう。ブルーベリーの話もそこまでね、もう広がらないと思うから、またりトークでいいですかね。ネットリトークにしようかな、ね、まあ、どっちでもいいんですけどねネットリトーク、はい、よし、オッケー。ヨーグルト、おはようさんちゃん。ブルーベリーのヨーグルトはあの牛さんのブルーベリーが入ってるわけじゃないけど、ブルーベリーの味のやつが好きです。もう味として入ってるやつ。マロマロ、はようさんちゃん、靴が濡れるのはひよこでカバーすれば、はあ、もっとびちょびちょだよおはようさんちゃん、もっと公園では暴れてほしいね。うん、オッケー、暴れる、難しいぜ。おはようさんちゃん、公園猫かぶってるんだね。そう、そんなつもりはないけど、どこか多分猫かぶっていて、プルーンはお腹に、あ、そうでございますか、お腹にいいですか。おはようございます。公演配信どちらもかのんちゃんだから、そうだよ。かのんちゃんはショールームでも去年の夏頃まで猫をかぶってました。あ、じゃあどんどん向けていくことを信じて公演も頑張りたいと思います。はようさんちゃん、テロップは天気は悪いけどかのんルームで元気をチャージしてみたいに。おお、素敵なテロップ打てるから天気は悪いけどちょっと長いので、長い長い長いですね、打てるかやってみます。天気は悪いけど天気は悪いけど何？で、てにん。
鬼か。あんま長くと入らないです。これが多分パンパンです。はよんちゃん、なんでやねん。腕立て伏せは何回ぐらいできるん？腕立て伏せはまあ 0.5 回っていうのが一番正しいかもしれないですね。でもできるようになったんですよ。今まではそれはかのんちゃん腕立て伏せじゃないよって言われてたんですけど、お形がね腕立て伏せになったじゃんっていう意味で書かせていただきました。今日も雨です。梅雨ですからね。明日も明後日も雨なんじゃないかなって。 MC でありかちゃんに、あ星になってる。おー公園は段取りバッチリ感があるね。お十期みんなドリブル力は成長中って感じ。おーそれは MC とかで、ね、だるまちゃんが降臨だ。ありがとうございます。おはよう。今天気がめっちゃ天気がいいんやが。あ本当？じゃあどこわかんないけどまあ梅雨ですからね、いずれ雨が降ると思います。リカちゃんに突っ込みまくれる日、あカノンたちがね、それは来た方がいいと思うね。えさんちゃんの雨は好き、さんちゃん雨は好きなの？あ大雨はあんまり好きじゃないです。井上の木にもついてきた。ちょっとまだダメです。アンブレラも今日は大きめを持っていきましょうね。本当です、大きめを持っていきましょう。 0.5 雷雨対策ソングまだだって。まだです。よんちゃんなんでやねん。おはようございます。サバの新作は星になっちゃった。もう出た時に飲んだってこと？あそうか、すぬちゃん、あスナグランマさんだ。そうたくさん作ってくれるんですけど、50目覚めをお届けありがとうございます。2週間でありがとうございます。スナグランマ砂糖の量わかる、こんなに砂糖入れてるんだって。でも美味しいから食べちゃいますよね。あよさんちゃん、にーちにさんちゃん、よんちゃんなんだよね。なんでに続く新しい信号、おいいですね。おはよう。あよさんちゃん、お雨の寝在宅勤務しますだって。はいそうしましょう。にゃっあよさんちゃん、ぺこりーは最近は猫ではなくタコをかぶってます。その通りです。おはようさんちゃん、ひよこもかぶってる。猿もかぶ、あ猿まあちょっと前にね、こちらはそうすごいです。さあアメトークでいいんじゃん。アメトーク、あなるほど、雨降ってますねって言ってるからね、それも面白かったかも。なんでやっほー、いつか腕立て伏せ配信お願いします。はい頑張ります。ずっと腕立てやってない、ベンチプレスならやってるから、まあそんな腕立て、うん筋力か、そういうことか。はよさんちゃん、久しぶりのフェスティバル公演楽しかった。ポケモンの方の生誕祭も素敵でした。はいポケモンの方のどんちゃんさん、ポケモンの方よかったです。 0.5 回も腕立て伏せとは言いません。いいスヌキのには緑いっぱい、本当にもう緑しかない、良きですね腕立て伏せ。あ地下鉄の車内からおはようございます。おはようございます、お疲れ様です。出勤中ですかね。 0.5 回は初めて聞いた、いやー初めてのことをしちゃいましたね。はようさんちゃん、腕立てできなくてもジムのマシン鍛える、そうだね。あでもなんだろう、こっち引っ張るやつとかも可能、全然できなくてな、地道にやんなきゃですね。はようさんちゃん、おはよう、今日も頑張ろう、頑張りましょう。駅から会社まで汗を避けて走ってますが避けきれません、ちょっと瞬発力が足りないんだと思います。シュッシュッって言いながらやってみてください。この前も予想して
あ、アンブレラ、アンブレラ直しますか。雨ですからね。アンブレラ、アンブレラはどこだったかな。これなんでならない。あ、なりました。 BGM、 はよさんちゃん、吸いながら大雨大雨、おはようさんちゃん。昨夜の公園では怖いもの知らずのぼこなさん、まきこちゃんと呼んでたね。さんちゃんもどうですかかな。ちょっと難しいです大雨ですよ。やっぱり雨だと髪の毛セット大変なの。カノは前髪がないからそこまで変わらない。逆に雨の方がクルクルってするんですよ、癖が出て。そうするとこれをクルクルクルって巻くと、それに合わせていい感じにセットできるので、そこまで、あ、もう苦労はしてないですね。うねうねはするけど、うん、そこまで。土日はまあまあの天気で、月曜日はなんとか雨降らない感じだよな。うん、そうだよ、きっと。フェスティバル公演にカノン出てくると思ったけど、西井さん、ミオちゃんでした。あらら、仕事行ってまいれ、行ってまいれ、頑張ってね、ファイト。昔の梅雨はしとしと雨って感じだったけど、最近は豪雨って感じ、災害が多い。あんま嬉しくないですね。はよさんちゃん、お仕事行っていらっしゃい、頑張ってね。今日は雨で憂鬱だけど、かのんちゃんのトークを聞いて元気を出そう。イエイ、元気を出そうぜ。カベから、あ、また雨みたいです。ロッキーのいい夢見てると、筋力あると速いはもちろん止める振りが綺麗だなって思う。そうそうそうだよね、大事だよね、止めるのも。前は配信中ストレッチとかやってて。そうなんですよ、またやりますか、ストレッチ10期生では一番腕力ある方、ある方はわからないです。誰だろう、腕力見ることってあんまないじゃないですか。ラジオ体操って流したらダメなんで、みんなで体操しましょう。ラジオ体操、著作権とかあるのかな。一応曲だからなんかありそうな雰囲気だけど、あのラジオ体操踊れない。じゃんじゃんじゃじゃん、覚えないと振りを入れてもらわないと。129日ありがとうございます、おはようさんちゃん。ポケモンのサンドンってどうなのかな、わかんない、カノもわかんない。昔は、あ、に、あ、ちゃ、全然違う。夏は庭にカブトムシとか来るの？カブトムシが来てはいないかもしれない。わからん。なんか一時期カブトムシ飼ってた気がするような気もしなくもないですけど。幼虫で。幼虫想像しちゃった。今週最後の行ってきます。傘忘れずにと。いらっしゃい、頑張ってね、今日も一日。明日の 7D2 の配信の時がムネムネします。おっ、 7D2 時がムネムネ。ビギナーさんにキャッチフレーズを。そうね、愛知県出身17歳のさんちゃんこと奏でる音と書いて澤田かのんです。よろしくお願いします。はい、そう、前も来てくださった、嬉しいですね、何回も来てくださると。カノンさん体操第一はまだです。何か体操、カノンさん体操、昨日すぬちゃんと、まあ、こういう動きをしてました。こういう体操やってみてください、手首がほぐれます。何事も継続が大切、続けていけるといいね。そうですね、継続派の苦手ですから。そういえば東海ラジオ動画アップされてたよ、まだ見てん、あれかな、2じゃないよかな、2じゃないよはね、自分の見ましたよどんな風にね
喋ってたかなって見返して見ました。ぜひ見てください。そう、基本的にかなんちゃんは筋力が不足してるってことです。そうなんです。勇気ですか。ちゃんとつけなきゃ。129日にありがとうございます。おお、すごい、これはすごいよ、これは。雨が降ってるじゃん。いやー、これ雨降ってる、降ってるよね、このちゃちゃちゃってついてるから。でも太陽も出てる、ちょっとわからないけど、雲がいっぱい、曇ってるってことかな、小雨で曇ってて、ちょっと光ってるかなぐらいの。すごい、これは田んぼの田ですか、家の窓は。すごい。10期生みんなで反復横跳び大会したら賑やかそう。あ、確かに絶対ミキちゃんの圧勝だよ。いや、出演の PV、 そうそうそう、今日は流しません、しまっちゃったんで。そう、スクリーンね、昨日出したんですけど、あそこにしまってあるんですよ。ということはあれは普通のスクリーンでは、まあ、普通のスクリーンもそうなるのか分かんないけど、普通のスクリーンではなくて、あのね、忘れちゃった、カーテンのやつです。くる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 ってできるカーテン。あっ、ど忘れ。おはようさんちゃん、みねちゃんの手かなり回復してみてよかったですね。ね、そうそう、本当にあのどん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 良くなっている過程を、まあ、10日会で会うたびとかにあの見ててね、ちょっと、まだあの結構動かせるようにはなってきたけど、マイクがねちょっと持てなかったみたいで、まだ出れなかったんですけど、公園には。心地よいメロディー、お、にしちゃんもあきこちゃんというのは後から怖いですって言えないって、言えないよね、わかります。23日の公演トレードで当たるようにパワーください。当たり当たります。初めて見る人は画面目だけ映って、あ、そっか、不思議だしちょっと怖いかもね。で、顔を映していこう。なんこうせ、今日は雨。どういう曲だろう。おはよう、仕事行ってきます、行ってらっしゃい、頑張ってね。おはよう、129日ありがとうございます。腹筋近い、あ、8人声が見たいな。ラジオ体操著作権あります、ありがとうございます。あるそうなので、あの普通のラジオ体操のあれは難しいです。今日のかのんちゃんの好きなところ、この先前髪作ったらどうなるかなっていう期待感ねえ。前髪のそのカノもね、どうしようかなって、この前の潜在写真、あれですよ、プロフィール写真を撮るときに髪型が一応変えれるかもみたいな、かもですよ、変えれなかったんですけど、あんまり変えれなかったんですけど、大きくはあの変えれるかもって思って、あのそのことも頭がよぎって、あの前髪を作る、いろんな髪型を試せるアプリをやってみたんですよ。そう、でもなんかすごい自分の思ってるように自然にできなくて、よくわかんないんですけど、前髪作ったらどんなかなっていうのはカノも気になってまして、昨日とかもあの普通にスクショした時にできる、落書きできるんですけど iPhone で、それで書いてみたりとかしてました。 HKT、 あー全然違うよ、 NHK と日本いう関西弁、あ、著作権、マロマロ、ラジオ体操って第何まであるのか知ってる、知らんけど、カノも知らん、第3まで、おはようございます、ペコリガツン。95点のカラオケのチャレンジするとき、テロップを 3からチャレンジって変えてみる。あのね、今日、あ、そう、なんか作ってもいいかなって思うんですけど、カノは多分毎回忘れちゃうと思うんですけど、今日はちょっと兆しはね、
ちょっと歌うのをちょっと控えようかなって思っていて、理由としてはどうしても95点が出せなくて、チャレいろいろね試してみたりしてるんです。兆しを歌ってもいいんですけど、いろいろ試してみてるんですよ。どうやって歌ったら95点出るかなって、でもなかなかできなくて、ね、あんまり兆しばっか歌ってたら兆しがあんまり好きじゃなくなっちゃうと大変なので、ちょっと気分転換をしていろんな曲歌いたいなっていう気分です。かんじゃうかんじゃう、ニーツー神船の配信もあるから楽しみ、うん楽しみがあることはいいことです。とても3週フルコース完了ありがとうございます。今日の21時からカミングフレーバーツイッターライブも気になる皆さん大忙しですね。17歳まだぎこちないね。そうでございます。オブトムシの幼稚 NG だとさや先輩のブログは見れない。そうそう、なんか頭の中で想像しちゃったら余計なんかほほほほってなった。パラパラダンスか、あそういうことかな、パラパラダンスですかこれは。ナイトオブファイヤー、わお売れました、よかったです。字じゃないよ、点数メールしました。おありがとうございます。あれだよね、大喜利の、嬉しい。どうやってつけたんですか。ショールームね、サバダシ期待感配信でもやるかとゆみ、おやってたのゆいちゃん、カノもね頑張るな。おはようさんちゃん、ゆぶにゃんさんのケーキがぶりが可愛かった、可愛かった可愛かった。もしも7日でライブをやることになったら1曲でいいからこっちゃんとなるぴに歌わせてほしい。おー生誕祭公演でメンバーを見て体と気がたくましくなったように感じる。本当ですか、何も見えなかった、なんだ。お50カードかにありがとうございます。おはようさんちゃん、ロールスクリーン、うん、なんだっけあれ、なんかね、もスクリーン BGM が心地よくなって眠たくなってきたよ。あダメだよ姉ちゃん、マジごめん。西ちゃんとにじゃないよ、キャスティング、お星になっちゃったよ。ミレイちゃん左手アサポーター外せたけど今は来週の定期テストに向けてもう勉強中。カノンはね テストはまだなんだけど、報告まあ課題があって頑張らなきゃです。なんだっけこれ、そのままでいいのかな、ロールカーテンでいいのか、スクリーンロールカーテンですかね。10期生は公演前のストレッチは全員で靴を星になってる。チーム E と K2 の違いが面白かった。あー10期はとりあえずその舞台上に行くんですけど、ちょっと前にで、まあ、まだその動画が始まらなかった、ん動画なんか動画があるんですよ、ストレッチを誘導してくれる教えてくれる動画があって、これは別に話しちゃダメなことじゃないと思うんですけど、それに合わせてやってるんですけど、それが始まるまでは自分たちのおのおのなんか伸ばしたいところとかをストレッチして、始まったらみんなでそれに合わせてやってます。靴は何履いてるか履いてないかで言ったら履いています。おはようさんちゃん、よんちゃん、なんでねん、潜在写真、わーあわわじゃん。日曜日の公演頑張ってね、頑張るよ、ありがとう。前髪がある人は日本人で CA の人、えどういうこと、そうなの。プロフィール写真のポーズは自分で決めれるの、決めれないです。ん？まあ、あんまこういうプロフィール写真はあんまり見たことないと思うんです。手はまあ、下ろした感じで、ちょっと、まあ、そういう感じで撮るんですけど、角度とかは決め、いろいろ撮ってもらうんですよ。自分で動きながら。だけど、決めてもらうのは、決めるのは自分じゃないです。先輩は自分で決めれるのかな？わかんないです。20日
日20時にもう生配信でお知らせがある。もう22日だ、失礼いたしました。22日20日、あ難しい、風邪ひいて今日は休んでるので元気、おお元気をキラ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 ー送りました。元気になってください。大丈夫ですか？日差しを歌わないけどし、目指し、わー、北潮聞いて一日の元気をもらってます。いい曲です、本当に。足上げしながら歌うでも足踏み、あの足上げはちょっとなかなか歌えないんですけど、足踏みしてみたりとかもしたんですよ。リズムキープみたいな感じで難しかったです。雨の今日もいい日一日になりますよ、なりますように。おはようさんちゃん、日差しは保留して、次の曲、あ次の曲青空片思いかな、青空片思い、これも難しいワープテンポで。今日 iPhone のバッテリー交換に行くけどデータが消えないかドキドキです。ピエン、えバッテリー交換なんてあるの？足を上げないから高得点が出るかかな。今日の目覚まし占い、おうし座は1位、ニューユニークな考え方で存在感を発揮、感じたことを言葉に、了解です。はようさんちゃん、あ、よんちゃんだ、なんでやねん。あかりちゃんが最近 iPhone 12 Pro に機種変してカメラの良さにびっくりしてたね。ああ、かの今なんだっけ、12だっけ、プロじゃないのかもしれないけど、わかんないですけど、かのもちょっと前にね、だいぶもう経つけど、初代 SE から12になったんですよ。もう驚きが半端じゃないですよね。はあ、見えてる世界が違います、カメラで。そう、一番いいやつじゃないんですけど、カメラ。目覚ましテレビ、おじさんが使う LINE 絵文字、俺全部使ってた。キャーキャーキャー、そうなんですか。いやでもいいんですよ、そんな無理して若作りする必要はないですし、無理して老い作り、わかんないですね、いいんです。その年齢の人がその年代のものを使えばいいんです、はい何言ってんだろう。チーム E は靴を履かないって、あそうだっけ、履かないって。でもチーム E さんはその動画に合わせて基本一緒にやるんですけど、あの自分が、あもっとここがちょっと今日は固まってるじゃないけど伸ばしたいってなったら、そういうのをこの動画中に織り込んでやっています。やっていました、はい。それに全部従ってやるんじゃなくて、それを基本として、あここがちょっと今日は伸びてない、危ないってなったら、気がしそうってなったらそこを伸ばしてるっていう印象です、おのおの。はようさんちゃん、靴って下がる、おちゃんはテストも95点以上です。もちろんですよはい、もちろんです。おはようさんちゃん、こうして配信見てると、東海以外さんちゃんの劇場公演、劇場で見てみたい、見たい、だって見てほしい。ハートありがとうございます。おいブルーベリーの話題終わっちゃいました、終わっちゃいましたね。ハートありがとうございます。100個投げてありがとうございます。おはようさんちゃん、地声で張る感じの曲もこれからたくさんチャレンジしてみせてね、頑張る。そっちの方が今苦手だからね。でもちゃーなんでやねん、採点的なうまさは十分あると思う、表現力の幅が出たり、おお採点も兆しが今日一緒に動物園、動物園デート、いいですね。雨の動物園、渡った選んだのよ、誰もいないでどこをすん。おはようさんちゃん、よんちゃん、なんでやねん、互いに追われてます、汗汗。今日はアップルパイのお店の隣にフルーツ大福のお店を見つけたので、初めて食べてみてください。フルーツ大福からも気になってるんですけど、結局食べれてないです。早く食べたい。慰めてくれてありがとう、おはよう、すぐ入ってる、おはようでやんす、かのちゃん今日も元気な歌よろしくです、だって。じゃあ兆しじゃないけど何か歌おうかな。
でもすぬちゃんのね投稿時間を考えると、いけますね、まだ歌えます。そう、あ、すぬちゃんで思い出したんですけど、昨日あったことなんですけど、あの相田さん、あの最初に、まあ、そこの話をしなきゃ、相田さんがこの前 TBS さんのラジオに出演されてたと思うんですけど、その時にあの 中島智子さん合ってますか、中島智子さんとあのラジオでご一緒されてたと思うんですよ。そう、それで中島智子さんの話になって、そのスヌ家の中で、まあ、それを調べたんですよ、中島智子さんの若い頃。そしたら中島智子若い頃って調べた時に出てきた、あの赤い帽子をかぶってタンクトップベストを着ている男の子と一緒に写ってる写真の中島智子さんのあのお写真がスヌちゃんに似てて、すごく似てて、それが昨日のスヌ家でね話題になってましたね。スヌちゃんに似てたんですよ。年的にはね、年的には8歳から9歳ぐらいだったと思うんですけど、今のスヌちゃんも前大体それぐらいで、あのジュンホタルっていう役をやられてた時のお写真らしいんですけど、その多分ジュンとホタルで写ってるその写真があるんですよ。男の、そう、あの、あれ男の子、男の子の隣に写ってる、あ、ごめんなさい、説明がちょっと際立たせるところが違いましたね。赤い中島智子さんに似てるんですけど、赤い帽子とあのベストを着た男の子の隣に写っているあの中島智子さんに似ておりました。はい、なんかまあ激似っていうか、なんかその髪型がまず同じ感じ、あ、謝る必要はないです、カノンがちょっと変なところを強調しちゃったから、あー、いってらー。そう、髪型がまずそう、一番そっくりで、あとはちょっとこのほっぺの感じ、ぷくっとした感じもそっくりで、雰囲気がまず超絶そっくり で表情も似てて、だからもうこういう感じ、これスヌちゃんじゃんっていう感じです。そう、毛量は多いですそう、毛量多いです。もうあの調べていただいたらね出てくると思うので、ぜひ気になる方は調べてみてください。あ、口紅ありがとうございます。うん、田中さん、え、そう、男のこと言っております。 SKE 出演してたやん、なんでそうなっちゃう。え、でもそれぐらい似ててイメージあんな感じです。もうスヌちゃんのイメージはこれですって感じ。 SK、 じゃあアンブレラを止めて何を歌おうかな。もう1曲ぐらいしかスヌちゃんが来る前には歌えない、急がない、急げ。口に置いてある、よいしょ、スリーショット、ちょっとでかすぎた、オッケー、何歌おうかな。恋人はそばにいる、もう最近歌ってないから歌おうかな、歌えるかな。
音量注意です。元気ですよ。何回も通っているのに今まで気づかなかった。こんなところに咲いていた道端の花よ。突然今日心がハートしたよ。昨日より美しく見えたんだ。いつものスニーカーも僕も変わっていないのに。そこで立ち止まったのは季節のせいなのか。恋人はそばにいる、今はまだ友達でも、きっといつの日にか特別な人になるんだ。ドラマティックなことなんて何も起こらなくても、君とは出会ってる。いつだってスタンバイユー。ありがとうございます。イエイ。途中アンブレラとミックスバージョンみたいになっちゃって失礼いたしました。ありがとうございます。 SKE48 さんちゃん、コールありがとうございます。パチパチもありがとうございます。よいしょ。さあ次は最近歌ってない曲を歌おうと思います。うん、何歌ってないかなと。あ、これも歌ってないな。あ、スネちゃんが来ること忘れてた。危ね、危ないよ。危ね危ね。2曲も入れちゃった。1番だけならいけるかな。お仕事頑張ってください。忘れちゃったな、振り入れしたのに。タッ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 タラララ、タッ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 タラララ、タッタッタラララ。あー、差し込む光に色があるように、どんなものにも色があるよ。希望という名の未来の向こうは青みを帯びてる。世界の仕組みは単純で、そこに見えるものが全てなんだと思ってた愚かさよ。僕たちの無意識は一体何色だ。愛しさはいつでもゆっくり近づく。さりげなく寄り添い混ざり合ってくように、愛は二人だけの特別な色さ。ある日見えてくるんだ君と同化色。意識しなくて I love you。 てん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 。いやー、スノちゃんが来ちゃうよ。スノちゃんが来ちゃうよ。急げ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 。ハートありがとうございます。さ別れたよ。一番
歌えたかった、特に理由はないけれど、なぜかあなたを思い出したの。いつかなんか一人になったら教えてって、ハートはベガンシー開いております、あなたの予約をお待ちしています、今ならベガンシー寂しいくらいに恋をするなら、どうぞどうぞどうぞ沈む前に。はい、ありがとうございます。すみちゃん来るかな。そうね、イエーイ、ありがとうございます。一旦すみちゃんが来るかもしれないので待ちたいと思います。でも何年を待って、今日兆し歌わないって言ったんですけど、あの南のヨークさんの感じでちょっと兆しを歌ってみようかなと思います。なんでかっていうと、それもいってらっしゃい。すずちゃんが今日も旅立っていきました。そうなの、グーを出しました。すずちゃんはカノマチョキを出したのに負けちゃいました。そう、じゃあ時間もねないので歌っていこうと思います。どういう感じだっけ。あー、うーん、いやー似てはいないです。雰囲気南の陽子さん風で、うーん似てないですよ。はい、いきます。今僕たちは校舎の屋上に集まり、夜明けが来るのを一緒に待ってた。そう、星もない暗闇、段ボールを敷いて未来を語り合ってた。大きな悲しみ途方に暮れた日々に、いてもたってもいられなくて、明日の光を探しに来たんだ。希望をください、君がいて僕がいて彼がいて彼女がいて、東の空が知らんで新しい今日が来る、涙し抱き合って固く組んで前を向こう、兆しに照らされて僕たちはもう一度強くなれるさ。ちょっと朝はやっぱ違いますね。朝は出ないです。あー、もうこの街は目覚めて動き始めたんだ。なくした時間を取り戻すように、ほら変わらない太陽、みんなで手を伸ばせばぬくもりつかめるだろう。見え
してめくり合い愛し合おう。日差しを感じたら僕たちはいつだって一人じゃないさ。君がいて僕がいて彼がいて彼女がいて東の空がしなんで新しい朝が来る。涙して抱き合って肩組んで前を向こう。日差しは地図になり僕たちは夢の道諦めないよ。楽しく歌えました。一回吹き吹きします。ヨンちゃんなんでやねん。ほら、88点でした。もうやだ、これの曲はもういや。でも好き。何言ってんだろう。点数が出ないのはすごく嫌なんですけど、曲は好きです。大好き。それでは今日もサンデスタイムに参りたいと思います。アンブレラ、アンブレラ聞きましたもんね。もうスネちゃんになっちゃうよ本当に。じゃあピッチソーダいきます。もうね、もう本当にね、引き出しはね点数が出ないの。今日の T シャツ可愛いね。だってピンクだよ。さあ、それでは今日も13位からサンデスタイム張り切って登場。13位サンです、ありがとうございます。12位サンです、ありがとうございます。11位サンです、アットマークファミリーチャー、ありがとうございます。10位サンです、ありがとうございます。9位サンです、ありがとうございます。8位サンです、ありがとうございます。7位サンです、ありがとうございます。6位さんです、アットマーク結婚ファミリーヌトレー、ありがとうございます。5位さんです、アットマーク結婚ファミリー、ありがとうございます。4位さんです、ありがとうございます。そして3位さんです、アットマーク結婚ファミリーオーディリー、ありがとうございます。そして2位さんです、アットマーク音楽ファミリー、ありがとうございます。そして今日の第1位は、ドゥルル、あ、今日は裏丸さんと一緒にさんです、おめでとうございます。あなたもぜひ見てくださったので300円の貯金をしたいと思います。はい、それでは100円、100円、300円、歌います。これからも貯金していきますので、よろしくお願いします。皆さん見に来てね、明日も。バイバイ。はい、ということであと1分ぐらいになりました。少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。それでは今日もこの辺で、またこやね、ありがとうございました。すわすに来た、やめてよ。そう、チョキマルくんは減量はしないです。本物の舞台を買います。わーおわーお、それはわーお、ピンクだよ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。また来てね。フルーツ大福いい、ずるい。またね、良い一日を。バイチャ。皆さん雨気をつけてください。体調も気をつけてください。バイバイ、いってらっしゃい。
時間のデートありがとう。雨の動物園、雨の動物園はちょっと選んで誰もいない、バイバイ、たくさん食べてね、はーい。